パリ五輪第五日の三十日、卓球でまさかの悲劇が起きた。混合ダブルスで孫英沙と組んで金メダルを獲得した王ィ金、中国、だったが、試合後のコートで歓喜に似つかわしくない呆然激高化するシーンが、大切な仕事道具であるラケットが折れていたのだ。中国報道などでは、報道カメラマンが殺到してラケットを踏んだことが原因とされている。写真。 30日の混合ダブルス決勝で豪快なプレーを見せる大祖二21年東京五輪で混合ダブルスを制した水谷純氏は自身の X で、ラケット折られたのはかわいそうすぎる。都市プロの選手は1グラム単位で重さを指定して、自分の持ちやすいグリップに加工して、汗や湿気で弾みも変わってその都度調整して、馴染んできてやっと自信を持って信じれるようになる唯一無二のパートナーなのにと解説する。その上で、 同じくらいの実力の選手と自分のものじゃないラケットで試合したら1万勝てないとした。王は31日、男子シングルス2回戦でスウェーデン選手と対戦する。